9月20日第112回救世軍オンライン祈祷会。聖書コロサイの信徒への手紙1章6節。あなた方にまで伝えられたこの福音は世界中至るところでそうであるように、あなた方のところでも神の恵みを聞いて真に悟った日から実を結んで成長しています。福音すなわちイエス・キリストの救いの良い知らせは、私たちを罪から救い神の子とします。福音は人間が作り出したものではなく、神からのメッセージであり、時代を超えて変わることなく私たちに命を吹き込みます。私たちはこの福音に生きることによって成長し、実を結ぶことができます。神は福音を信じて歩む者に圧倒的な力を与えてくださいます。今も神は力を注ぎ、成長させてくださいます。私たちの周りには不安や恐れを覚える出来事によって、福音から引き離そうとする誘惑がありますが、しっかりとキリストの救いの良い知らせを信じ、サタンの誘惑を退け、成長したいと思います。祈りましょう。今日の祈り。1、安全で有効な治療薬とワクチンでコロナの問題が終わりますように。2、招待教会の集会が安全に守られますように。3、それぞれ周りの人に気を配って生活できますように。天の父なる神様、福音に触れて救われて今祈ることができますことを心から感謝をいたします。あなたに救われて私たちは実を結んで成長し続けることができる、その約束をありがとうございます。あなたに喜ばれるものとして私たち一人一人を用いてください。祈らせてください。招待教会の集会を覚えて、あなたが圧倒的な御業を今表してください。コロナの問題が一刻も早く終わりますように。この期間お互いのことを愛し合い、支え合い、祈り合っていくことができるように、その力を与えてください。あなたが共にいてくださることを心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。